ちらが、はい、オーナーさんが。そうです。いやこれちょっと紹介していただいてもよろしいですか。平成何年式なんですか。平成中古車さんみたいな。平成何年式だろう。群馬テレビのあれじゃないですか。平成32年式ですか。そうですね、ちょっと未来の車だ。未来ないっていうのね。ないですからね。外見はあんまりいじってないんですけど、これあれつけてますよね、リップの。そうです、リップ、ね、汎用のね、はい、切ってこのラインも、はい、モールつけてご自分で。全部自分で。あとはウィンカーが流れるやつが入ってる。どこですか。あ、自分で入れたの。そうです。え、ここに流してくる。あー、夜の方が分かるんですよ。そうですね、でも見えますね。一応上側面発光のやつ買ったんで、はい、横からちゃんと見えるように。見方によってはちゃんとヘッドライトの中で光ってるよね。夜の方が分かりやすい。夜だとすごい分かりやすいです。ディーラーマンなんで。あんまりね、できないっていうね。いじれないですね。車高もね。車高も。車高あれさ、ノーマル。ノーマルです。落とせないんですよ、これ以上。もともとがもう限界なんで、限度値が。そうなんです。本当は落としたいけど、本当は落として落とせないわけですよ。バラっちゃって、車高調組んじゃおうかなーなんて。あー、ホグがもうこれが限界の高さなんで。そうですよね。25センチ。あー、もう決まってるんですかね。そうです。なんでちょっと発祥なかなかね、ディーラーロードどうしても絡みは、ね、もう一台買わなきゃならない。そうですね。大変ですよ。大変になっちゃうから。確かに確かに。ミッキーのモール作ったりとか、あとはピンストピッシュグレッド。ピンストもだいぶ悪いですよね。目立ちますよね。そうですね、ワンポイントで入れたんですけど、このプレスラインに沿って、はいはいはい、前から後ろ全部ぐるって一周して。これは珍しいですね、はい、青と白って感じますね。そうです、青と。ワンポイント青にして、はい、白と、ね、でもまあそうだね、ディーラーだと、ね、あんまり派手派手にできないですから、ね、内装をやっぱいじっていくしか。内装やってるって言ってましたよね、そういえば、はい、ロリチンさんも言ってたもん。いいですか、うちの店。あ、ですですよ、全然。どんなこれ自分で貼ったんですか、もしそうです、全部ロリチンさんと二人がかりで夏場エアコン切った状態で車内で貼って。素人なんでここまであれですけど。いやいやいや、あとは天井に LED 突っ込んであったりとか。あ、本当だ。おお、本当だ。これ夜いいっすね、これ雰囲気が。夜すごいです。あとシートベルトのところに雰囲気が。あ、はいはい。導入されています。ああ、なる。あ、本当だ。あそこっすね。夜お目立ちっすね、これ。そうですね、夜目立ち。雰囲気が。スモーク後ろ全部入ってるんですけど、夜になるとでもスモークの意味がない。光ってるね。なんか明るい。あ、いい。誰が乗ってるか分かってる。誰が分かってるのも乗ってるか分かってる。あとは。スピーカーが変わってるのと、あれ何、カロッセリー。カロッセリー。ああ、みんなそうなの。4発全部入ってて、全然変わりますもんね。全然違いますね、重低音すごい。あとはちょっと隠しついた、普通だったらピラとかに埋め込むんですけど、はいはい、スピーカーの真上に移植しちゃって。これ自分でできたの。全部自分で。すごいですね。スピーカーとついたって全部。え、でもディーラーっていうか整備整備、ね、そうです。でもそっちもできちゃうんですよ、まあ、電装系はまあいろいろ、もうやっぱチームのメンバーなんかとあみんなで。オリジンさんが知ってるから、はい、まあ、ディーラーって車じゃないんであれなんですけど、トラックだって。あ、でも整備ありますもんね。整備は全然、はい、そうですよね。でもまあシンプルで、ね、シンプルに、ね、あとはアンダーネオンが入ってるぐらいです。そうですよね。夜になればね。夜になれば、また夜でもね、見せてもらえば。スイッチで見えないかな。昼間はちょっと、あ、でも手に映ってますね。こんな感じで青くちゃんと見えないように全部 裏に隠してあって。まあ夜もまた表情が変わりますから。夜の方が本番ですね。本番ですよ。じゃあこのままここで10時間後ぐらいですかね。ええ、10時間ぐらい待ちますか、ここで。あとはグリルの中にもちょっと LED 隠してあるんで、青く光る。ぐらいです。
またね、機会があれば夜でもね、はい、またあの森地さんの、はい、天井もあのピラーもあれ全部純正色じゃないんで全部貼ってあるんですよ。暗い時がやっぱあれですね、はい、いいっすね、わかります。白、もう3色以上色使っちゃうとなんかすごい統一感がなくなっちゃうんで、3色限定で白、青、黒と、はいはい、もう全部決めてますね、入れるのは。まあバラバラだとね、あのまともになくなっちゃう。そうそうそうなんですよ。3色ぐらいが調子いいって聞いたんで、もう内装はじゃあもう黒と、もう決めちゃう、ね、で外見で白で3色と。これってあれなの、シャトルハイブリッドって言うんですか。そうです、シャトルハイブリッド。もともとはフィットシャトルだったんですけど、そこからもうフィットと完全に区別しようって。でシャトルになった、シャトルだけになった方の一番最初の。今はマイナーチェンジ で、うん、これの後期が出たんですけど、最近あの今流行りのホンダセンシングってやつですか、カメラ搭載の。あ、まあ、その辺は新しくなりますからね、はい、どうしても自分が買って半年後に。え、知らなかったんですか、その時は。情報ディーラーにも聞いたんですけど、はい、出る予定はないって言って、マジで言われて買ったものの、ね、出たって言っちゃった。で、これはもう、ホイールも衝動買いしちゃった、こういうやつですね。あ、はいはい、トラフィックスターって、はいはい、でかく見える。はい、ういうティッシュウェイ、17インチなんですけど、メッキ調がいいなと思って、探して。走ると目の先が止まって見えるんですよ、ね、ホイールが。確かに。そうですよね。止まって見えるんですよ。このままこう。そうです、そのまんまこのままちょっと。それも狙ってる。ある程度の距離なんで、距離っていうか、時速ですけど。はいはいはい。狙ってるんですね、それも。いや、それ最初知らなくて、たまたま買って、動画でこう撮ってたら、あれ止まったみたいな感じで。運がいいですよ。これはいいですね。ムーディーな。そうですね。ね。夜じゃ今夜またここで会いましょうってね。いやいや、また仕事しますんで。そんな感じですかね、でもね、全体としてはね、はい、もうちょっと後また夜はのっちさんに連れてきてもらってね。そうですね。ドンキだったらいつでもいますね、大体。ああ、ありがとうございます。ちょっと副代表なんですけど、書き換えが間違えて間に合わなくて代表になっちゃった。全然いいですよね。あ、あ、そうなんですね。はい、あら、昇格したんだ。昇格したかったんですけど。あ、そういうことだ。副代表になって、はい。いいじゃないですか。ありがとうございます。ちゃんと作ってんのかな、偉いよな。あ、じゃあ自分も渡します、ね。え、ぜひぜひ。作ろうと思ってんだけど。ちょっと今代表補佐って書いてあるんですけど、もうこれが変わったと。副代表でまた作り直すんですね。はい、いやいや、また夜でもね、そうですね、機会があればぜひお願いします。